これはね、物欲刺激されますよ。おお、早い早い。買えるもんなら買いたい。はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。ワンソクチューブでは久しぶりメルセデスベンツこちらの試乗会参加させていただきました。ありがとうございます。初かもしれないですね。候補車はお借りしたことはありましたけども、ありがとうございます。今回試乗するのがですね、メルセデスベンツ AMG G63 ローンチエディションということで、 G クラスですよ。大幅商品力アップした新型 G クラスの63ですね。こちら4リッターの V8 エンジンと、それに ISG というねモーターが組み合わされているモデルとなっています。こちら585馬力 430kW、 最大トルクがなんと 850Nm を2500回転から発生させるという、まあ、モンスターマシンとなっています。でこちらはですね、ローンチエディションという、まあ、初期限定のモデルとなっていて、オプションがねてんこ盛りになっているというところもありまして、車両本体価格がなんと3080万円というベリーエクスペンシブな車となっています。こちら燃費は WLTC モードでリッター 6.8 となっています。それではね、早速、システム起動してみましょう。ポチッ。おー、はい、勇ましい V8 サウンドがしましたね。いや、内装素晴らしくいいですね。まあ、3000万円なんで、まあ、当たり前というところはあるかもしれませんが、まあ、それにしてもね、内装めちゃくちゃいいですね。いや、これはね、物欲刺激されますよ。買えるもんなら買いたい。けど、3000万円ですからね。で、こちらのね、G クラスではですね、このトラックパッドですね、リモートタッチのデバイスも残っているという形になっています。はい、それではね、メルセデス久しぶりですが、シフトはねここなんですよね。じゃあね、目的地、設定してみたいと思いますけれども、ヘイメルセデス、どうぞお話しください。朝霧高原餅屋に行きたい。現在のルートを削除し新しい目的地へ案内します。はい、こんな感じで、音声入力でね目的地の設定もしてくれると。はい、それでは出発していきましょう。今日ね、オフロード試乗もあるんですけど、まずはこの G63 のオンロード試乗ですね。で、こちら左ハンドルなんでね、ちょっと久しぶりで、ちょっと緊張するんですけど、いや、しかし乗り心地がめちゃくちゃいいな。こちらラダーフレームの車になっていますので、まあね、いわゆる、ボディオンフレームというような、アクロをね、走破するのに適した、ボディ構造になってるんですけども、まあ、ランクルとかね、あとレクサス LX とか、まあ、ああいうようなね、車と同じ、成り立ちにはなってるんですが、いや、全然違うな。何気にね、ワンソクチューブ G クラス乗るの初めてなんですけど、こういう感じだったんですね。で、現行型の G クラスって確か2018年とかにデビューして、今回が、まあ、大規模、アップデート、大幅商品改良のマイナーチェンジということで、かなり、変わっていると。まあ、見た目も、一部変わっているんですけれども、まあ、でもね、印象としては G クラスのね、この伝統的なね、丸めの、そして四角い、ボディ、まあ、これがいいっていうね、方も多いと思うんですが、このスタイリングは踏襲しつつ、CD 値とかですね、空気抵抗とかをより改善しているということで、CD 値が 0.53 から 0.48 まで改善しているということです。結構ね、ボディサイドの、まあ、ガラスの上のところにあるね、空力パーツとかをいろいろつけたりすることによって空気抵抗をかなり改善しているということで、箱型の形状なんで、どうしても風切り音とかは本来なら気になるところかと思いますけど、まあ、そういうのも今回のね、マイナーチェンジ、大幅に改良しているということですね。さあ、で、まずはね、行動試乗ですが、いや、とにかくね、もう、ボディの、堅牢さが半端ない。なんかもう、めちゃくちゃ、がっしりとした、ボディで走ってるって感じですね。で、私自身、ランクル300も持ってます。ランクル250も持ってます。ディフェンダーにも乗ってました。レンジロバスポーツにも乗ってます。レクサス LX も持ってると。いう、結構ラダーフレームであったりとか、あとはね、レンジロバースポーツとかディフェンダーとかは、ラダーフレームをやめて、モノコックになりましたけど、そういうね、オフロードは、いろいろ所有している身ですけど、このボディ剛性のしっかり感は、
ちょっと今まで乗っていたそういう本格オフローダーの中でもこれはね一番堅牢な感じがしますね。こういう乗り味だったんだ。まあマイナーチェンジして、ね、マイナーチェン前のモデルとか乗ったことないんで私の場合は比較できないですけど、あの G クラス童貞なんで、あの今回ね、初めて乗ることができたというところなんですが、いや結構驚いてますね。こういう感じなんだ。だから本来ラダーフレームの車って結構船乗ってるみたいなふわふわとした感じっていうのが あったりするんですけど、そういうのは一切ない。でステアフィールとかも今回電動パーステとかの味付けも変わってるということで、マイナーチェンジ前のモデルでは一番私がね G クラスを、まあ、買おうにも買えなかったってところもあるんですが、買わなかった、私がね買えたとしても購入を少し二の足を踏んでいた部分としては、いわゆるまあレーンキープアシストのような白線の中央を維持して走るようなそういう運転支援がなかったんですよね。それが今回のマイナーチェンジでですね、そういうアクティブステアリングアシストもついたと。おー、AR ナビゲーションですね。まあ、メルセデスではね、C クラス以降とか、AR ナビゲーション採用している車は結構ありましたけど、こちらの、新型 G クラスでも AR ナビゲーション採用しているということですね。で、そのね、私が今まで、G クラスを購入にちょっと二の足を踏んでたっていうところでは、そのレーンキープができなかった部分があったんですけど、今回、まあ、ステアリングアシスト機能も加わっているというのはね、嬉しいポイントですね。さらに、メルセデスの車ではですね、今まで、GLE とかそのクラスの、結構高級車であっても、ステアリングヒーターの採用がなかった、車が多かったんですが、こちらの G クラスではですね、嬉しいステアリングヒーターも、導入されているということで、不満が本当になくなってますよね。いや、買えるもんなら買いたい。ちょっと最近、セールスさんから連絡が全然来てなくてですね、CLA のマイチェンの時とかも、よかったら買いますよっていう風にお声掛けはしてたんですけど、なんかその後、一切連絡が来てないんで、まあ、じゃあ、いいか、つって言ってスルーしてしまったところはあったんですが、いや、ほんと、でも、最近ちょっと、ベンツのね、車は、ご無沙汰していたんで、そろそろ最新の、ベンツの、あえてね、ベンツって言いますけどね、MBUX が反応しちゃうんで、メルナニガシって言っちゃうと、全部拾って起動しちゃうんで、あえて今回はベンツと、呼称させていただきますが、ベンツの車、そろそろ本当に欲しいなって思ってたところだったんで、何かね、いいタイミングがあれば買いたいなと思いますけど、多分 G クラスとかはちょっとなかなかおいそれと、すいません、くださいって言って買えるもんじゃないかもしれないですが、いや、めちゃくちゃこれは物欲を刺激される内容になってますね。で、今かなり荒れてる舗装路を走ってるんですけど、いや、本当に堅牢ですね。そして、もう、めちゃくちゃ静か。これなんでこんな静かなんだろう。まあ、多分、アコースティックガラス使ってるとか、そういうところは当たり前にやってるんだと思いますけど、ノイズキャンセリングでもしてるんじゃないかっていうぐらい、もうスンッとした、路面の音とかが、外の音が入ってない、来ないっていう、カラオケの部屋に入って、ドア閉めた時みたいな、ああいうスンッとした感じがありますね。いや、こりゃいいわ。で、こういうところとかも本アルミですよ。やっぱ G クラスレベルになると内装の質感とか鬼高いですね。で、今とかも穴ぼこ開いてるような舗装路の状況かなり悪いんですけど、乗り越えた時にはトタントタンっていう感じはあるんですが、でもドシンバタンする感じは全然ない。本当にボディ剛性いいんだなっていう。で、ラダーフレームの大型 SUV にありがちなふわふわとした船乗ってる感じみたいなのもなく、ステアフィールとかもすごい中立付近がどっしりしていて、で、切ったら切った分だけ曲がっていくというような、本当に大きい車乗ってる感じがしないようなソーダフィールになっています。だからこれが切ってからボディの上矢がついてくるまでのラグがあったりすると、運転しててちょっと怖いなであるとか、ボディサイズの大きさっていうのを感じるんですが、このドライバーが操作をする、操舵をするね、この動かした感覚にボディが遅れなくついてきてくれると、なんか実際に乗ってるボディサイズよりも、この小さい車に乗ってるような、こう、感覚っていうのがあるんですが、それがこの G クラスにはありますね。まあ、ただ、
着座位置がめちゃくちゃ高い位置にあるんで、見晴らし感っていうのもあるし、今特に左ハンドルの車に乗ってるんで、なんか普段とは違う感じの車乗ってるなっていう感覚はあるんですけど、でもボディもスクエアで、A ピラーとかもね、かなり垂直に近いぐらい切り立ってるんで、これもまたね、なんか、ボディを大きく感じさせてない部分なのかもしれないですね。さあ、ちょっと前がトラックなんで、全然、踏めないですけど、いろんな、ドライブモードが用意されていて、ステアリングスイッチに、この C とかいろいろ AMG のマークがついてる、ダイヤルがついてるんですけど、これもいいですね。液晶ついてて、こういう光物の演出はマジで メルセデス、ベンツは、すごく、私も以前ね、GLB と CLA 乗ってたんですけど、その時にすごく満足していた部分ですね。で、今、あえてこのドライブモードですね、ダイナミックセレクトという、ドライブモードを S プラスにしました。そうすると、バーンっていうね、マフラーの音が聞こえて、このマフラーの、エキゾーストの音自体だけでも、このね、左側のステアリングホイールの、スイッチでオンオフっていうのは切り替えることはできるんですが、こちらの S プラスモードですね、スポーツプラスにすると、よりですね、マフラーの、エンジン音がやる気のさせる音がするモードになります。ちょっと踏んでみましょうかね。おー、早い。で、今ちょっと路面がかなり荒れてるんで、本来ならザラザラブルブルする感じが入ってくると思うんですが、まあ、多少ボディがこう、揺すられる感じっていうのはあるんですけど、硬さは一切感じないですね。これは本当に乗り心地はめちゃくちゃいいな。突き上げ感とかもないですね。で、ステアとかもこれ重くなってますね。で、アクセル回路に対する、出力がよりね、リニアにちょっと踏んでもドンと出る、ようになっています。AMG アクティブライドコントロールサスペンションというのが、採用されているそうで、まあ、いわゆる電子可変サスになっているそうで、まあ、それゆえにね、この乗り心地の良さっていうのもあるのかもしれないですね。トルクとね、パワーがもうすごい豊かだからっていうのもあるかもしれないですけど、よっこいしょっていう感じが全然ないんですよ。まあ、G63 だからっていうのもあるかもしれないですけど、スイッと前に出るんで、なんか本当に、こう、ラグなく、発進加速とかも、中間加速もそうですけど、加速できるんで、なんかその辺がね、なんか、気持ちいいというか、なんかスポーティーな車に乗っているなっていう感じはありますね。じゃあちょっと、ドライブモードをですね、スポーツプラスですね、こちらに変えて、ちょっと床まで踏んでみましょうかね。ちょっと中間加速なんですけど、ちょっと前までを開けて、中間加速で踏んでみましょう。ドン。おー、やば。これちょっと一般道では、おーパンっていう音がしたな。サイドにね、あれがあるんですよね、マフラーがね。いや、いい音もするし、ちょっとね、キックダウンスイッチまで踏み込んでから加速をしたんで、そのね、シフトが一速落とされて加速していく。ラグがありましたけど、めちゃくちゃ獰猛に加速していきますね。で、加速 G によってね、ドラレコが衝撃を検知してしまうぐらいの、こうね、後ろから蹴っ飛ばされるような加速感がありますね。これも気持ちいい。音もね、やっぱ V8 サウンドなんでいいですし、それでいてね、やっぱ静粛性も高いですから、なんか本当に心地よいエンジンのドロロロっていうね、脈動だけが聞こえてくるという感じですね。じゃあちょっと、ノーマルのコンフォートモードに戻して、はい、走っていきましょう。まあそうすると本当にね、静かという感じですけど、で今回からね、やっぱこのナビメーター周りも 12.31 ワイドのもうフル液晶のものに変わりましたし、これ夜間だとね、やっぱメルセデスは、アンビエントライトがね、すごい綺麗なんで、そういうところもいいですよね。で、ブルメスターまでこれね、ローンチエディションだと、標準装備になってるんで、ヘッドライニングもこうね、アルカンターラみたいなね、スエード調のものが貼られてるし、しかもクッション圧もしっかりしてるし、いや、すごいですね、質感が。やっぱこういうインフォテインメントとかが、しっかりしてたりとか、あとはまあ手に触れる部分が、すごく良いであるとか、あとその、アンビエントライトがあるとかね、ブルメスターの音がいいとか、そういう
ところがあると、もちろんね、走りがいいっていうところも重要ですけども、所有満足度っていうところでは、すごく高くなりますよね。そして、こちらメルセデスなので、ブレーキホールドもちろんついてます。で、メルセデスではですね、ブレーキホールドは、ブレーキの踏み加減によって、コントロールすることができると。で、停止状態の時に、ブレーキペダルを奥までグイッと踏むとホールドされるというね。例えば右折の信号待ちとかではホールドしたくないよっていう時にはブレーキを軽く踏んでればホールドされないし、で、足が疲れるからホールドしたいよっていう時にはグッと奥まで踏み込めばホールドされるしというふうに、自分で任意でそのブレーキホールドするかしないかっていうのはその都度選べるっていうのはね、すごく一番理にかなっているなと乗るたび毎回思いますね。それにしてもね、乗り心地よし、所有満足度よし、で、走りのギミックもたくさんあると。パドルもこれね、多分金属ですね、ひんやりとした手触りがあるんで、いや、なかなかこれは良い乗り物ですよ、本当に。いや、買えるもんなら買いたいなっていう。まあ、AMG G63 じゃなくても、まあ、普通のね、G の450でもいいと思いますけどね。うん、あと、今回この後ですね、EQ テクノロジー、要は EV になった、G の580。こちらにも試乗させて、いただく予定となってますので、そっちのね、試乗インプレッションもご期待いただければと思います。続いてはね、G クラスの EQ モデルですね。バッテリー EV。こちらの G580 with EQ テクノロジー。こちらに試乗してみましょう。で、こちらの車両本体価格は2635万円というね、エクスペンシブな車となってますが、G63 よりは、こちらの、EQ モデルの方がね、お求めやすい価格にはなっています。で、こちらもね、ラダーフレームの EV となっていて、最高出力 432kW 587馬力、最大トルクがなんと 1164Nm ということで、恐ろしいスペックになってますね。1000Nm 超えのトルクの車なんて見たことないですね。で、バッテリー容量は 116kWh ということで、一充電のね、航続可能距離は 530km ということで、結構走れますよね、こんな巨体なのに。それでは、シフトを D に入れて走り始めましょう。行ってきます。そしてね、直前まで G63 の方乗ってたんですけども、こちら電動モデルということで、どんな風に走りが違うのかなと思ったんですが、なんか奥の方からですね、なんかゴロロロロっていうような音が聞こえている感じがありますね。エンジン積んでないんですけど、なんか V8 エンジンのような音が聞こえていると。これが G ロアという、G580 のために、特別なサウンドで、乗車体験を高める、なんか、まあ、擬似的に V8 サウンドにインスパイアされた、音をですね、車内だけじゃなくて車外にも鳴らしているということで、ちょっとボンネットフード開けてみたんですけど、カバーがされていて、ちょっと見えなかったんですが、そこにね、外にも鳴らす V8 サウンドをインスパイアされたね、音が鳴っているということで、これがそうみたいですね。まあ、これもオンオフでね、切り替えることができるそうなんですが、そういうね、ちょっと面白ギミックみたいなものも搭載されているということです。そしてね、今走ってますけども、もう非常にボディ剛性がいいというのは、まあ、G63 乗った時にも感じましたが、さらにですね、こちらの G580 ではですね、床下に 100kWh 以上のバッテリーが敷き詰められている。さらにですね、そのバッテリーを保護するためにバッテリーの下にね、2.6 センチですね、26ミリも、厚さがあるですね、保護形状をしていると。そういうのもなんかボディ剛性とかに効いてきているんだと思います。そして乗り心地は鬼いいですね。さっき AMG の G63 乗っててそれもいいなと思ったけど、コンフォート性能で考えるとこっちの方がコンフォートな感じがあります。うん。あっちはな、ボディの堅牢さとかもあったけど、21インチのタンドアルミホイル装着してたんですよね。で、こちらは標準だと20インチになると、そういうところも関係してるのかもしれませんが、あとは床下にバッテリーがね、敷き詰められているというのも影響してるのかもしれませんが、とにかくね、床方向からの、不快な振動とかっていうのはもう全然ないですね。普通の G63 でもなかったんですけど、それが輪をかけて、静かにコンフォートになったと。あとは、やっぱこちらバッテリー EV になっているので、アクセル回路に対する、こう、出力の出方っていうのが、G63 でももちろん良かったんですけども、やっぱ EV ならではの踏んだ瞬間からトルクが立ち上がると。しかもそれを四輪にそれぞれモーターがついていて、制御されているっていうのもあって、よりね、なんか静かでコンフォートな印象がありますね。
で、アクセルオフにすると、ちょっと回生が入るというような感じがありますが、で、パドルもついてるんで、回生具合とかも、自分好みでね、4段階で調整できるみたいですね。それもメーターの中に表示されていました。サウンドエクスペリエンス試してみたいと思います。今ね、スポーツモードにすると、Gロアがね、オンになるっていう設定だと思うんですけど、Gロア入ってる状態で床まで踏んでみましょう。床までドン。ブローンって音しますね。あ、でもパドルで、回生を変えても、シフトダウンしてるみたいな音とかは聞こえないんだ。いい音しますね。ドローンみたいな音聞こえますでしょうか。これがまあ G ロアがオンになっている状態ということみたいですね。まあ、これあった方がいいような気がしますけどね。これがね、車内だけじゃなくて、ね、車外もなっているそうですね。面白。そして今ね、荒れている舗装路、さらに穴ぼこが開いているところとかも走りましたけど、すごいボディに伝わってくるこう振動っていうのは、かなり抑えられてますね。穴開いてるとこ走ってんですけどね、めちゃくちゃコンフォートですね。いや、ボディ剛性は本当恐ろしいな。で、今回からね、レーンキープコントロールもね、レーンキープアシストもついたということで、今までその G クラスの欠点であったね、運転支援がちょっと遅れてるっていうところがあったんですが、それもね、ステアリングアシストが、レーンキープがするようになって、まあ、ライバルに、追いついたところもありますんで、ディフェンダーとかね、未だに、レーンキープがついてませんから、はみ出し抑制しかしませんから、そういうところもね、ライバル以上のものになったな、というところですね。まあ、押村区は、リアのシートベンチレーションが、オプションであっても、何かしら用意されてると良いな、と思いました。こちらの車両についてないだけかもしれないですけど、まあ、G63 であっても、こちらの、G580 であっても、リアのシートヒーターはあるけど、ベンチレーションがないというものになっていたので、そこはライバル、レンジローバースポーツとか、ランクルであるとか、LX であるとか、あの辺には、リアシートベンチレーションまで、つけられるようになってるんで、そこもあるといいなと。まあ、ただ、今回のマイナーチェンジで今まではついてなかった、ステアリングヒーター。こちらが、標準装備になったということで、これはね、嬉しいポイントじゃないかなと思います。今までね、G とか GLE とか、そのくらいのクラスでも、ステアリングヒーターは用意がなかったんですが、今回、標準装備になりました。あと、ワイヤレスチャージングね、スマホのね、あのあたりも今までなかったんですけれども、つけられるようになったということで、まあ、2018年のデビューからね、今回、6年目で、大幅な、商品改良のアップデート入りましたけども、その辺も、良くなっているということですね。で、このね、MBUX をはじめ、このね、メーター、フル液晶メーターも採用され、インフォテイメントに関しても、最新のものが、あしらわれているということで、ほんと不満がなくなった、もう、G クラスになってるんじゃないかと思います。さて、じゃあここから少し前が空いてるんで、せっかくなんで、この、ダイナミックセレクトですね、コントロール。これで、スポーツにしてちょっとね、床まで踏んでみましょうかね。じゃあ、いい？床まで踏んでみます。床までドン！おーおーおー！早い早い。ちょっと、一般道ではちょっと試しきれないぐらい、めちゃくちゃ急な加速をしてくれますね。で、これをね、オンにすると、サスペンションの設定とかね、ステアリングの設定とかも変わるんで、よりね、ステアも重くなって、アクセル回路に対するね、付きも良くなったし、乗り心地もよりシャッキリした感じですね。ラダーフレームの車って、結構ね、ふわふわと船に乗ってるみたいな、乗り心地の車っていうのもあるんですが、こちらは、まあ、先ほど乗った G の63もそうですけど、こちらの G580 においても、乗り心地に関してはね、船乗ってる感じっていうのは全然ないですね。シャッキリしてる。それがね、すごく好印象だったんですよね。私、ディフェンダー X も、レンジロバースポーツも、ランクル300も250も LX600 も持ってる身からしても、走りのこのシャッキリ感っていうのは、すごく好きですね。そしてね、AR ナビゲーションもついてるでしょ。超先進的になりましたよね。いや、なかなかおいそれとね、買えない車かもしれないですけど、いや、ちょっと今回試乗会参加させていただいて、めちゃくちゃ物欲刺激されましたね。いやー、加速気持ちいいな。
でさらにね、今回この G の580に関してはですね、知ってる方もいるかもしれませんが、 G ターンっていうね、その場で360度回転する、これ一般道ではやっちゃダメなんですけど、まあ、オフロードコースとかでできる G ターンっていうね、その場で回転する、なんかそういう四輪をねモーターで駆動させているからこそできる、そういうゲートまでついていて、アクロ走破性に関しても、最大速化震度も、850ミリということで、通常のガソリンモデルよりも深いところまで入っていけるようになっていたりということで、最低地上高とかも通常モデルよりも上げられているということで、アクロ走破性に関しては何気にこのベブの EQ モデルの方がね、 G580 の方がアクロ走破性が高められてるっていうところが、ね、すごいですよね。新しい時代の、まあ、本格オフローダーと、見た目も含めてですけども、見た目はこういうね、なんかフューチャーレトロみたいなね、レトロ感のあるデザインになってますが、アクロ走破性に関しては内燃機関のモデルよりもよりね、アクロ走破性が高められているっていうね、要はスペックがいいものになっているっていうのはね、なんか新しさを感じますよね。で内装の質感も、私今回 G クラス実は初めて試乗したんですけど、めちゃくちゃいいめちゃくちゃいい、ここ本アルミですからね、もう本アルミマニアの私としてはもうめちゃくちゃこの大面積を本アルミで覆ってるなんてもうよだれが出ちゃいますね。でカーボンであったりとかね、ナッパレザー貼ってあったりとかね、もう質感、あとブルメスターのねスピーカーのねパネルが良かった、内装マニアとしてはもう本当よだれが出るぐらいですね。ヘッドライニングもアルカンタラっていう、G クラス、新型の G クラスでした。この後ねオフロードコースの試乗もありますんで、それは別の動画で出したいと思いますんでね、合わせてそちらもチェックしていただければと思います。いやそれにしても静かだな、物欲刺激されちゃったな。はい、車でも何でも欲しいと思った時は買い時ですから、ね、昨日も買って計算していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンザクチューブ、次回もお楽しみに。ワンザクチューブではメンバーシップを募集しています。買って残念だった車とかね、車を買うための副業の始め方、試乗や撮影の裏話などなど、メンバーシップ限定動画を週に2本投稿しています。さらに月に1度のメンバーシップライブ、そして半年に1度のメンバーシップオフ会なども開催しています。プランは2つあって、お試しのライトプランもありますんでね、メンバーシップで待ってるぜ。